ゆこ来ました。来ました、おはようございます。ゆこちゃん、いい、はい、今日は、うん、いい天気ですね。めっちゃいい天気ですね。途中でジャンパー脱ぐかも。ほんとね、はい、今日はね、なんとね、スペシャルゲストを招いてのラウンドになります。はい、ですね。楽しみじゃない。いや、うん、ドキドキ、ね、めっちゃドキドキしてる。今大注目、大活躍中のプロですが、まだまだ言いませんよ。まだまだ言いませんよ。ちょっとね、探そうかな、ゴルフ場で、はい、よく今日の課題は硬いだって。まずここちょっと初めてなんで、成田、うん、太平洋クラブの成田コースです、うん、初めてなって、うん、ちょっとまあどんなコースかワクワクしてるんですけど、うんうん、プロの方と一緒に回るので、ちょっといいリズムでこういろいろこうもらって80段で回りたいなと、うん、お、初めてのコースでも、はい、しっかり80台で回るのが、はい、今日の目標。はい、でもやっぱ最近上手な人と一緒に回ると、うん、なんかでもいいんですよ。わかるよ。そう、引っ張られるよね。引っ張られるのし、うん、しっかりしろみたいな。なんなんだその勝つみたいな。しっかりしろ、迷惑かけんなみたいな。そう、入ってくる。入ってくる。なんかね、最近気づいた。今日うまい中でもやばいね。めちゃうまいよ。いいと思うよ。だから確かに刺激もらいながら。刺激もらいながら頑張りましょう。頑張ります。はーい。はーい。じゃあちょっと本日のゲスト、はい、ゲストをご紹介していきたいと思います。はじめまして。はじめまして。森田遥です。お願いします。森田遥プロでございます。はい、もうひときわ目立ってましたね、遠くから。はい、遠くから。ゴルフ場に入れますよ。ね、今日は初めまして。はい。リンゴルフへのご出演ありがとうございます。ありがとうございます。いつも通り楽しくラウンドしていただけるのが私たちの動画で大切してることなので、はいはい、今日はプロのいろんなところを自然体のね。ね、見ながらね、はい、よく質問していいから、いっぱい、もうそれはもうどん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 していきます、うんうん、多分みんなが気になることもいっぱいあると思います。そうですね、森田遥君はどういう方かな。そうですね、そこを紹介していきたいと思います。はい、まあ、プロのプロフィールはシャープ1ね、はい、最初でいろいろ紹介していきたいと思いますので、では今日よろしくお願いします。プロ朝一、はい、ティーショットで気をつけることって何ですか。朝一、うーん、まあ、試合の時はやっぱり朝一のティーショットが一番緊張するんで。そうなんだ、はい、まあ、いつも通り練習場で振ってるイメージを強くして強くしていく。朝一スタートのティーショットと最終ホールのティーショット、朝の方がやっぱ最初のスタートの方が緊張します。緊張しますね、やっぱり、うん、最終ホールのティーショットの方がやっぱ体が動いてるんで。あ、なるほど、お願いします。いい感じに光が差し込んでますよ。わかるかな。よいしょー、ちょっと力みが一個もない。優雅、何優雅。今服とかちゃんと着込んでるのに、あの朝一あの優雅さ出る。え、もう今多分ね18ホール目ぐらいですよね。うん、いや18ホールのもう本当もう体ほぐれてます状態の。そうそうそう、もうお風呂上がりかなみたいな。本当、いや、びっくり。まあ秘密聞いていこう、飛距離と ねこの感じを聞いていきましょう。柔らかい、ゆこ先生、はい、お願いしますよ。朝一お願いします。柔らかく、柔らかいイメージで、はい、うん、
おいいよ、ナイスショー、いい感じ、いいじゃん、よかったね、バッチリよ、よかった、よかったね、やっぱ柔らかい印象がついてね、いい印象のまま、いい印象のまま、じゃあ、はい、経歴をね紹介していきたいと思います。はい、森田遥プロは出身地は香川県、はい、はい、で高松市、お、そこまで調べてきた、えらい、観光大使です、そうなの、じゃあおすすめ、おすすめ聞きたい、香川県といえばうどん、あ、おすすめのお店とかありますか？あ、結構ありますよ、うどん屋さん、その麺で勝負してる店と、うん、その味で勝負してる店が、で分かれてるんですね、大体は。あ、そうなんだ、はい、知らなかった。やっぱり香川県民はやっぱり、はい、時短で、時短なんだ、はい、行けるところなんで、はい、を好むんで、はい、あ、でもサクサク麺で勝負するとか、行くことが多いですね。麺はちょっと固めとかがいいんですかね。そうですね、多分普通のうどん屋さんより硬いと思って、硬い、いや硬い方が、うん、ね、うん、まあね、腰がある方がやっぱ美味しいですね、うん、腰があるうどん美味しい、そう、この程度でやっぱ腰があるイメージありますね。やっぱりお昼しかやってないとかがほとんどなんで、そうなんだ、そう、美味しいです、かった観光大使です、観光大使です。香川県行ったことないんですよ。本当ですか？でも四国ってなかなかこう行く機会がないですよね。乗ったよ、ナイスオン、あったっぽい、フィニッシュ、フィニッシュがまた新しくなってます、進化してる、進化ちょっとね、見えないんで、何ヤードで行きました？94ヤード50度のウェッジです。ほう、ありがとうございます。軽かったね。プロは、アマチュアの頃からかなり活躍されてます。なんと高校生1年生で高校1年生で日本女子アマ準優勝、はい、で高校2年生で日本女子アマ優勝、はい、もうすごいですね。もうアマチュアの時からもう経歴が、9歳でゴルフを始められましたが、どんな影響というか、きっかけで始めたんですか？お父さんと一緒に練習場に行って、で、あの練習場のにあるショップ屋さんで働いてる人に、はい、があの知り合いだったんで、はいはいはい、子供用のクラブを手作りで作って、すごい、手作りクラブ、じゃあお父様が、いやでも同じタイミングに始めたって言ってました。へえー、じゃあちょっとお父さん娘を連れて、じゃあ一緒にゴルフやろうかなみたいな。そうです、ね、はい、そしたら娘プロゴルファーになっちゃったみたいな。あれ、ね、だいぶでかかったな。だいぶでかかった、うん、まあ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 、うん、乗ってるから乗ってますね、乗ってますか、うん、近い近いね。下ってるのに意外に来ない。いいんじゃない？ナイス。プロ正面行って平気ですか？はい。ナイス、ナイスパ、いいね。でお父さんのきっかけで始めて、はい、ちなみに始めた頃のスコアとか覚えてます？初めて試合に出たそのスコアは覚えてます、ね。ほう、うん、ちなみにおいくつですか？123です。すごい、ワンツースリー、123、はい、123、うまうまいんですかね。
え、だって初めての試合ですよね。初めての試合すごい。普通に小学校年生ね。え、覚えてますか、初めてラウンドショットの。覚えてます。いくつですか。140はいかなかった。いかなかった130いくつぐらいかなみたいな。で、若すでした。あ、近いから今行ったらもう楽勝だねかな。楽勝で、でそのままアマでね、たくさん成績を収めていきます。なんと横浜タイヤ、うん、プロギア、レディース、アマチュアで出場し3位。はい、私行きましたよ去年もう土佐カントリー死ぬかと思いますよ。 100使うとないかみたいな。あ、結構そのアップダウンが、アップダウン結構すごい、まあ、四国は結構そういうコースが多いですね。そうなんだ。でもそこでなんとメプロに混じって3位ですよ。すごい。でその年にもう一個成績残します。サイバーエージェント、わかる、うん、でなんと2位。その時は鶴舞かと。あ、鶴舞あったね。鶴舞か、千葉の、はい、あれ難しいよね。難しいよ、砲台でね、うん、まあまあ距離も長いイメージが、うん、高校生、ね、高校生ですよねその時ね。でもその時結構みんなアマチュアの同年代の子がポンポンって上の方に来てたんで。あ、そうなんだ。なるほど。で同期っていうと同い年の、同い年はあの岡山恵里、あのショートヘアの、三ヶ島かな。おお、純ロペのね、佐々木翔とか。ああ、強い世代がいっぱいいますね名前が上がってくる選手ですね。でなんとまだまだ続きますよ経歴が、うん、ここ卒業後プロに転向して、うん、まあ、アメリカで1年ね、はい、やって、そうなんとその後日本に戻ってきて、はい、ファイナル QT4 位4位。それでもう出場権を得ますよ、ね、資格をねいっぱいいっぱ い, いすごい、もう経歴が多すぎて私もも う,、ね、もう本当にトントントンってこ う, そう、ね、もうポンポンポンですね。てなんか生まれ持ったあの、ね、センスですか。かなりの、はい、もう苦しかったですね。苦しかった？アメリカにいた時は苦しかった。なんかそんな風には見えないこの経歴の数々ですが苦しい時代も経て、でも今はプロになり、はい、初優勝もし、うん、2017年明治カップ、はい、そうか、あ、去年か、去年、はい、うん、ちなみにそんな辛いっていうのはなんか何があったんですか。うーん、まあ、基本的に一人とマネージャー兼キャリーさんと一緒にアメリカでずっと転戦してたんで25試合ぐらい、はい、だから結構、まあ、まあ孤独でしたし、あとやっぱ食も大変でしたね。ああ、食べ物ね。そうですね、やっぱ下部ツアーなんであんまりメインの場所じゃなくて結構いな、すっごい田舎の方だったんで、チェーン店探すのがすごい大変でした。あ、チェーン店の方が安心。そうですね、そうなんだ。だってそれも行ってた時ってまだ高校卒業してすぐだって18だってまださ、そんな時覚えてる、うちらそんな、ね、多分何してた。ギャル雑誌読んでた読んでそうですね。わかるわかる、ギャル雑誌読んでたよね。なんかもう渋谷に憧れを抱いていた。その時にもアメリカ行ってさ戦ってんだよ。だからプロゴルファーって会うとさめっちゃ大人に感じるんだよね。感じる感じ、すごい感じる、感じるよね。本当にやっぱちゃんとしてる人が多いだね、うん、プロアマとかで年上の方と回る機会がすごい多いんで、やっぱマナーと礼儀がね、楽しい、ね、見習っていこう、うちらも、はい、はい、ここどういう感じに狙っていきますか。まあ、でもやっぱり見た感じ右が見えてるので、うん、多分右がまあセーフっていうか一番セーフティーゾーンだと思うので右狙っていって、今ちょうどカートがあるとこ、はいはい、ぐらいで、で次は2オンできたらって感じ。そうですよね、うん、右目に少し右目、おお、ナイス、ショートカットですね。ショートカット、多分すっごいいいとこ出てる、ね、うん、あれより左だと怖いけど、うん、もう、ね、今ちょっと一瞬ヒヤッとしました自分もちょっとヒヤッとしました綺麗にコースなりにこういって
行きましたね。持ち球がドローなんで、うんうん、ちょっと右から左に、うんうんうん、あの狙っていけるコースは結構ショートカットで。ああ、狙いに、はい、平均飛距離どれぐらいなんですか？240ぐらいです。ちょっとあれですか、ちょっと控えめに言いました今。いやぐらい、もっと飛んでそうだよね。うん、軽く振って240。うん。うん、ナイス、いいとこですよ。完璧。プライベートのゴルフでも、はい、スルーで回すことが多いですか？いや、プライベートだとやっぱりちゃんと普通にお昼食べて、はい、ハーフ休憩します、はい、お昼ご飯何が好きですか？ゴルフ場もやっぱり出た、食べ物の話、なんかおすすめの料理とか結構あるんで、うんうんうん、聞きますね、おすすめは何ですかって言って、おすすめを責めるタイプ、はい、おすすめ困ったらうどんですね。あったらうどん、やっぱりは や, はやはりそこは地元の地元愛、地元愛だね。香川は、はい、うどんと他に何か、他はオリーブ。オリーブ、へー、知らない。小豆島、あ、聞いたことあります。あと盆栽、盆栽、盆栽、が有名です。あ、でも今一番推してますね、高松市で盆栽。そうなんだ、盆栽だって全然知らなかった。あ、セカンド地点やってきました。すごいですね、こういう形になってたんです。すごいね。ちょっと行ってみないと分かんないよね、これは。左足下がりなんで、うん、もうセットアップしないだけを。難しいですよ、ヘッドアップしちゃうとポンっていたの。じゃあそこだけね、意識して。あー、ちょっと右いった。大丈夫大丈夫、大丈夫。どうした、新しいダンスか。お尻振ってたよ。さあプロ、いいとこついてます。スプーン、おー、ズオン来るよ、来るよ。2オン来るよ、これは。試合とかでも2オンチャンスとかあるじゃないですか、はい、そういう時ってどういう気持ちなんですか？もう、でも、うん、あんまり気持ち強く持ってしまうと逆にダメなんで、うんうん、乗ったら平常心、はい、2オンじゃない、その普通のロングホールだと思って、うんうん、ちょっと左、大丈夫、ちょっと左のランで、はい、問題ない、問題ない、問題ないです。今ってちょっと左足上がり、はい、ちょっと左足上がりの時って、そういう傾斜の時ってウッドとかってやっぱちょっと私はすごい難しいなって。そうですね、やっぱ長、うん、クラブが長いんで、はい、結構ミスはしやすい。うん、やっぱ特に右に振り遅れるっていうか、右に飛ぶことがやっぱり多いんで、はい、はいはいはい、そうか。なんか何を気をつけます？まず、あの傾斜に沿って構えて、はい、傾斜に沿って振ることなんです。あ、はい、あの傾斜に対して喧嘩すると、うん、絶対ダメなんで、傾斜に沿って振って、はい、そのまま切る。頭では測ってるんで難しいです。難しいんですよね、頭では分かってんだけどね、反応するんだよね、体が。いやみたいな、いやってなってダメな方に行くんだよね。そう、難しいです。でもよく大丈夫よ。え、オッケーオッケー、結果オッケー、結果オッケー。抜けた抜けた、おー、いいんじゃない、近いよ、バーディーチャンスだよ。あ、ありがとうございます。近いかも。近いよ。近いですよ。今木のワンタッチが良かったね。おお。枝も使っちゃう。枝も使っちゃう。乗りたプロは本当にリズムがゆっくりなんで、打ち急ぐっていうのが本当にないよね。あ、ああいうリズムね。うん。大体
速いとパパンっていくと、ピュピュみたいな、じゃあ見習って見習ってねこういうちょっとバンカー越えのアプローチですけど、何意識してやられますか？落とし場所を決めて、落とし場所を決めて、はい、どういう球で打つか、この2つですね。見てきます。いってらっしゃい、はい、どうした球は上がりやすそうに見えるんで、上げるのかな。でもバンカーあるしね、上げるよ。どれぐらい上げていくんだろうね。うまー、入る、完璧ですか。うまーい。今どんなイメージを向こうに行ってからされたんですか？まず落とし場所は、まあグリーンでも、手前のカラーでも、あのちょっとフェアウェイみたいなとこでもいいんですけど、まあ、比較的ピンとカラーまでのこの間が短いので、とりあえず高いボールでやれば、なんとなく寄っていくかなっていう感じで。ラフでしたもんね。そうですね、ラフからだとやっぱフェース開いて打つことが多いです。フェース開いてちょっとふわっとイメージして。はい、ふわっと。ナイス、ここまで寄ってます。曲がって、ナイスタッチ。いいんじゃない、ナイスパ。ナイスバーディー。早々と来ましたね。すごい。いやさすが。あのラフからでフェース開いて打つときってなんか気をつけることってありますか？フェース開くと、ちょっとなんか右に行っちゃうこともなんか多くて、あれもやっぱりフェース開いてる分少し左足、スタンスはやっぱ左に行けとかないと、やっぱ開いてる分右に多分右向いてるので、やっぱ開いてるので、距離が出ない、勇気を持って振ることです。なるほど、確かに大事。本当にチョンの時あるから緩むよね。そう、緩む、怖くてね、振り切れなかったもん。あ、だから練習場だったらそういう練習難しいじゃないですか。あ、そうですね。やっぱちょっとアプローチ練習場がついてるところで、そうですね、芝生から打った方がいいです。どうしてもショットの練習ばっかりしちゃうんです。やっぱマットからだとちょっと限界がありますよね、アプローチの練習は。そうですよね。なるほど。ラフからはやっぱちょっと開いた時は思いっきりちゃんと緩まず振り切る。そうです、そうです。特に左手の、下3本指は、しっかり持っていくと。あー、なるほど。はい、下3本指、いいこと聞いた。やってみる。やってみてください。はい、ありがとうございます。